吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら大阪餃子専門店よしこというお店の餃子を焼いてみたのですが、ちょっと不手際れたのが焦げて破けて、これはなぁ、ちょっとお店出してたら絶対怒られますよね、こんなの。でもまあ家庭なので多めに見てください。で、まあ、本来ならちょっとこういう器とかも用意して餃子で食べようなんていうのも思ったんですけど、ちょっとこれ掴んだら絶対ボロボロ崩れるんで、もうこのままいきますね、タレ。全部使っちゃう必要ないよね。というわけで、あ、そうだ、あと多分七味だと思うんですけど、こういうのもあるので後で使いたいと思います。ちょっと赤いの見えます。では結構ニンニクの香りしてますね。美味しそうです。ではいただきます。それができるように精進していきますよ。もっと技術磨かないとな。いつもこういうところでとちる。ニンニクの風味がかなり強い餃子なので、そこでちょっと好みが分かれそうですね。自分は好きですが、ニンニクがちょっとという方は向いていないかもしれません。もうちょっとパリパリなければもっと美味しかったのでしょうけど、それでも十分ニンニクを楽しめたので美味しかったです。本当次はもっとうまく焼きたいですね。というわけでこの餃子はこちらの点数とさせていただきたいのですが、ちょっとなんかボロボロ崩れたり、あの唐辛子もちょっともったいないなと思ったので、チャンネル登録よろしくお願いします。このようにちょっとご飯を入れてきて、これに混ぜたいと思います。この辛さご飯に合いそうな気がするんですよね。では、やっぱり合うな。このピリピリとした刺激がたまらない。ご飯と一緒に食べればよかったっていうのは今更やっぱりこのピリピリとした刺激はご飯ともよく合ってくれましたね。で、ちょっと旨味が溶けれてたので、それもご飯がうまく吸って、こちらはこちらで美味しかったです。まあこれはただの延長戦ですので採点はいたしませんが、ご飯との相性も良い商品だとは言えると思います。それでは炎天の火曜日になり地獄やと、まあ暑そうですね。本当にご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。